ナマコは日本では生で食べるんですよ。新鮮シェン、アイレブルイチ。爸，滨海道的下面是金山。大家好，我是小戴。じゃーん。冬の味覚、青森ナマコ。高級食材、青森ナマコ紹介します。ヒュー。チファー。青森県産海産物の加工と販売を行っている大宝さんです。今日は中国にもたくさん輸出されてる塩蔵ナマコの作り方をちょこっとだけ教えちゃうよ。まずは新鮮なナマコの内臓を取り除きます。これ全これお風呂みたいでしょ。さっき内臓を取ったこのナマコをここで茹でます。茹で上がったナマコに塩をたっぷりまぶして一晩置きます。ナマコです。かわいい。これを大きさごとに分けます。やっと食べれる。ナマコは日本では生で食べるんですよ。私はこのナマコが大好きで、誕生日の時にはケーキはいらないからナマコ買ってきてっていつもお母さんに頼んでます。じゃあ食べるよ。じゃん。それではナマコをさばいていきます。まずはナマコの口とお尻を切ります。ナマコは棘皮動物って言って、海や人での仲間なんだって。次にひっくり返してナマコを縦に切っていきます。私も今日さばくのは初めてなの。食べるのはいつも食べるんだけど、うまく切れるかな。この内臓を干したものがこの綿って言って高級珍味なんですって。ぬるぬるの部分がたくさんある場合はこういうスプーンとかでこんな風に取ってください。よいしょ。なまこ、なまこ早く食べたいな。我慢できないんで。味付けしてないけど海の味がついてて美味しい。美味しい。ナマ
れを押す。さっと、よし。青森ナマコのナマコ酢完成。美味しそうでしょ。いただきます。ナマコ逃げないで。コリコリしてて新鮮で美味しい。我慢できないんで行っちゃっていいですか。あれなんですよ、後ろで仕事してる人いるんですけど飲んじゃいます。青森津軽の日本酒花吹雪、私のふるさとの弘前のお酒なんですよ。ナマコにはやっぱり日本酒でしょ。トク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 飲んじゃいます。うん、優しい、とろみがあって美味しい。これめっちゃ美味しい。ナマコの塩っぽさと酢と日本酒甘くて美味しいの、すごい合います。おすすめします。高級珍味この綿